4台まで同時に、搬入できるようになってます。まあ、これシニョとジョーカーですね。これがシニョが通常の組み取りですよね。水洗じゃないで、でこちらが浄化槽 の、 お礼なんで、ご家庭が水洗ですよね。ただ水洗の場合は下に年に1回とかご家庭で業者の方来て清掃しますよね。その時の下に溜まったお礼です。受け入れ槽の中に小さい槽があってですね、まずそこに入って、そこに当然家庭から汲んでくるものには石とか砂とかがたくさん入ってますので、それを、そこに堆積させて溢れた液だけを受け入れ槽に入れると。だから砂はここで取るわけですね。まず飼料にはやっぱり皆さん、紙とか、最近では紙おむつが非常に多いんですね。ビニールもそういったものをこちらそこにカッターの刃がありまして、粉々に粉砕するという機械です。さっき、破砕したものをそのまま送って上からガーッと出すと、その網の上にその紙とか、凝固物が残って、液体だけが下に落ちると。で落ちた液体はこういった貯留槽にもうそのまま入ります。当然きれいな水を出せればお礼も出ますので、それをお礼を、ちょっと濃く濃縮させて、それに薬品を加えて、いくら濃くてもこうドロドロですよね。それを薬品を加えることによってこうちょっと少し固形にするんですね。でそれを、この中に流し込んでですね、これはこの回転で脱水、水分を取ります。縦にドラムがあって、ぐーっとこう高速で何千回と高速で回って、でその中に液を入れることによって、そのドラムの内側にお出がへばりつくんですね。バーッとでへばりついた中にもう1本ちょっと速度の違うドラムが入ってまして、その誤差で、お出だけを繰り出す、コンワースという小さい層で、今度薬品を混ぜて凝縮させてですね、このマクブン層というのが入ります。でマク分離で、マクの中からきれいな水を吸引してですね、でこの吸引したものをあちらにあります活性炭、活性炭の中をくぐらして、で、最終的に放流するという